皆さんこんにちは。福岡市議会議員の田中慎介でございます。本日は5月5日の子どもの日、ゴールデンウィークも終盤を迎えておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は昨日に平尾のソフトバレーボールも大会も近いこともありまして、その練習に行って、特に下半身がガタガタですけれども、皆さんぜひ、来週からもうお仕事始まりますので、体調万全に整えてからお仕事に臨んでいただきたいと思います。さて今日はですね、2つのトピックについてお話をさせていただきます。1つは、こちらです。田中慎介の議会通信第19号の2012年春号が発行されました。もう皆様のお手元にはあらゆる形で届いているところだと思いますけれども、今回は2月議会で NPO 法が改正された件について、それから予算議会の決算特別委員会で、健康づくり、これにインセンティブを与えるということと、中小企業に対してのマーケティングデータ、これを行政がしっかりと提供していくべきだということ、この2つについて質問させていただきました。それから、党務については2月に行ったタウンミーティング、それから3月上旬に行いましたローカルマニフェストに関する検証大会および議会報告会、これの先進的な取り組みについて視察をしてまいりました。詳しくはこちらの19号実際の紙面を私のホームページからもアクセスできますので、どうぞお時間のある際に一度ご覧になっていただければと思います。それからもう一つですね、平尾商工連合会のお話をさせていただきますと、こちら、出ました、平蔵の第6号です。今回はですね、流行りのこのシャーベット、カラーで、どちらが表紙かわからないと、しかしどちらから開いても読めるというような形でですね、編集がされました。第6号に関してはですね、これまでで一番多い109店舗の店舗さんが広告を掲載しております。さらに新しい取り組みとしてですね、このスタンプラリー、こちらです。平尾のスタンプラリーをですね、この平蔵に掲載されています店舗さんをご利用されたら、1箇所につき1つスタンプをしていただきまして、こちらの豪華商品をゲットしましょうということで、たくさん豪華な商品も揃っておりますので、この平蔵を片手にですね、平尾の街を散策していただきたいなと思っています。それからこれの平蔵の第6号のリリースと合わせてですね、こちらウェブサイト、平蔵オンラインということでウェブサイトともオープンいたしました。近日、こちらですね、お取り寄せ機能を拡充されるということで、この平尾商工連合会がですね、全国の商店街の先進的な事例になるように、田中慎介もしっかりとこの活動をバックアップしていきたいと思います。それでは残り2日間の連休となりましたけれども、どうぞ皆様怪我がないように健やかにお過ごしください。それでは本日はこの辺で失礼いたします。